背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉も信じ歩けばいい。しかないこの群れが何度もバラバラに割れて苦しい中で今生きている、今を生きている。背景ありがとう。15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め、今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。大人の僕も傷ついて願います。